京都放送 KBS 滋賀 KBS 滋賀、FM 彦根が入る OBP ビル KBS 滋賀は、株式会社京都放送の中派放送の支局である、滋賀放送局の故障である。1960年5月25日、滋賀県彦根市西今町で開局した。彦根駅付近の大東町を経て、2013年4月10日に、演奏所を彦根市立花町にある OBP ビルに移転。 OBP ビルの3階に事務所を置き、スタジオは2階にある FM 彦根と共用している。送信書を、ビワ湖コ付近の彦根市、水戸山地に NHK 第一放送大津放送局と共同で運営している。彦根市にサテライトスタジオが所在し、当局とは別に大津市に市賀社があり、スタジオがある。京都放送局からの番組と独自のローカル番組、 および CM の差し替え、京都放送局がネットしない NRN の番組、その他特別番組で番組が編成されている。2006年4月からは、4月初京阪神へというコンセプトで新番組を開始し、当局初で京都放送局、福知山放送局、舞鶴放送局へネットする初の帯番組、松井慶造の三3ワイドを放送していたが、 2007年3月末に終了し、ローカルの帯番組放送に戻った。受信確認証を京都放送局とは別に発行している。番組表は日本新聞協会加盟で、滋賀県において宅配を実施している各市のうち、中日新聞、中日スポーツ、京都新聞滋賀版のみに掲載されている。当局も番組表、リスンを希望者に配布している。 KBS 滋賀ラジオ祭りを毎年度12月から3月に催していたが、2011年度は開催されなかった。当局のラジコ配信は実施されていないが、滋賀県内では、京都放送局が基本サービスで聴取可能である。放送時間は月曜未明の0時 -05-00 の休止を除き、5時を起点とする24時間放送である。原則、 独自放送時間帯以外は、京都放送局の編成に準ずる。月曜日の放送休止時間帯は変化しており、休止入りの時刻も2時であったり、0時であったりと、時期によって異なっている。京都放送局、福知山放送局、舞鶴放送局でも放送されている番組はで、示した。多額しい候補化。ありがとうございます。